はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は強化されたクローンについて、青とどういう風な差別化がされたんですかというのが質問であったんで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの動画なんですが、個人の意見がいろいろと含まれております。そこだけご了承ください。では早速やっていくんですが、今回強化されたクローンと青の違いですね。まずステータスから見てもらえればわかるんですが、まあ星4と星5のサーバントの比較となっております。なので、体力とかそこら辺はすごいわかりやすいね。でアルトリアに関して今見てみたけど、体力この子1万6000もあるんだよね。ルーラーアルトリアが体力ぶりなのも納得しましたという形です。で、このステータスに関しては正直なところレアリティの差、星4と星5を比べた時にやっぱ差が出るよねという感じなんで、特に気にする必要はないかなと思います。まあレアリティ4でもこの子の方が強いっていうのがあるんだけどね。まず、スキルから見ていきましょう。スキルなんですが、クローンの方が、魔力放出、そして第2スキルで NP を増やしスターを大量獲得、第3スキルでカリスマを持っているという形になっております。一方アルトリア普通の方ですね、青の方なんですが、第1スキルに、カリスマを持っていて、第2スキルに魔力放出、第3スキルに、スター大量獲得と NP を増やすがついているという形になっております。まあこれを見た感じ、わかるのがほぼほぼ、スキル構成としては今のところ同じになっているという点です。うん、まあ攻撃力アップあって、バスター性能アップあって、 NP チャージと、スター獲得があるという形ですね。でここから、差別化していくんですが、まず、魔力放出の方から見ていきましょう。自身のバスター性能アップなんですが、これに関しては、共に、バスター、魔力放出 A となっております。なので倍率は一緒ということで、ここに関しては比べる必要はないかなと。まあスキル間にすると両方ともバスター性能が 50% アップするという形になります。そして次カリスマの方を見ていきます。カリスマなんですが、クローンがカリスマ E、 青がカリスマ B という形になっております。でこれに関してレベル1で見た時に、カリスマ B だった場合 9% 攻撃力アップ、カリスマ E だと 6% 攻撃力アップという形になって 3% の差があります。まあ 3% 程度だったら大丈夫かなと思うんですが、レベル10にした時にカリスマ E に関しては 12%、カリスマ B に関しては 18% アップいたします。ここで 6% の差が出てくるといった意味で、まあ周回する際カリスマを使用して、まあ宝具を打っていくという戦い方をする場合は、青の方が圧倒的に使いやすいです。まあカリスマ 18% と 12%、 6% の差はやっぱ周回で結構大きな差になってしまうということがあるんで、まあ周回でカリスマを使う際は、アルトリアの方がいいんじゃないかなと思います。そしてここですね、強化された、クローンの第2スキルが強化された NP を増やすとスター大量獲得なんですが、これ画像ポンと上げております。まずスター大量獲得から見ていくんですが、スター大量獲得に関してはアルトリア青の方が15個、クローンの方が20個となっております。クリティカルのしやすさで考えた時にクローンの方が圧倒的にしやすいという形になります。で NP を増やすなんですが、 NP を増やすに関してはクローンがスキルレベル上げ関係なしで 20%、青に関しては、スキルを上げることで 30% までアップするという形になります。なので、ミトツカレスコを運用する際、まあ両方ともスキル上げはしなくてもいいんですが、クローンの方がスターを10個獲得してくれるし、まあ高難易度で運用する際に、クリティカルをつなぎやすいといった意味で、まあ使い勝手としてはいいんじゃないかなと思います。ただ周回の方でスターを関係ないよ、スター関係ないよっていう方に関しては、青の方が圧倒的に使いやすいという形に、なる形です。めっちゃ形って言ってるね。そして個人的な意見なんですが、まあスキル上げをしないという点を考えた時にクローンに関してはスキル上げをしなくても NP20% が固定となっております。一方アルトリアに関してはスキルレベルを10にしないと 30% にならないといった意味で、
まあやっぱりスキルの素材を持っていく自分に負担がかかるというのはアルトリア・ペンドラゴンのスキルとなります。ただ、クローに関してはその負担をなくすことができるってことを考えた時に、まあスキル上げするのめんどくせえや嫌だっていう方はクローを育成で、スキル上げ別にしてもいいよっていう方に関しては、青を育成という形でもいいんじゃないかなと思います。そして次クラススキルなんですが、クラススキルに関しては、アルトリア・ペンドラゴンの方が一応、多いということでクローは負けてるって感じかな。まあ実際のところタイム力がついてるだけなんで、まあデバフが少しかかりにくいよ程度で思ってもらえればいいかなと。で、宝具ですね、ここがポイントとなります。クロウに関しては敵全体にとても強力な攻撃、そして、自身の NP を少しリチャージ。一方アオウに関しては敵全体に強力な攻撃、そして自身の NP をリチャージという形になっております。で、ここポイントです。とても強力と強力な攻撃力、攻撃ですってなった時にどっちの方が火力出るかというと、今回はクロウの方が圧倒的に火力が出ます。まあ宝具レベルともに1で、運用した際カリスマの数値としては負けているんですが、魔力放出の数値は一緒ってなった時に宝具威力が単純に高いクロウが相当火力出てくれます。確か宝具レベル5にした時でも、クロウの方が火力は出てくれるという形ですね。で、一方アルトリアの方に関しては一度宝具強化が来て、クロウとちょっとタメが張れるかな程度になっているんで、クロウの宝具強化を考えると、また宝具強化された際に、差がまた生まれるんじゃないかなと思っております。なので、宝具の威力だけで見るとクロウが勝ちます。ただここポイントです。自身の NP をリチャージ、ここですね。これクロウとアオウだった場合アオウの方が一歩先を行きます。理由としてなんですが、クロウの宝具リチャージ、に関しては、10% で、まあオーバーチャージ5にすると 30% まで貯まるって感じですね。で、一方アオウに関してはオーバーチャージ1で 20% 貯まります。こうなった時にどうなるかっていうと、トツカレスクを持っていた、それを運用した際に宝具2連発ができるのが、アルトリア・ペンドラゴンの普通の方アオウという形になります。まあ NP20% チャージの霊装を使っても宝具連発はできるんですが、やっぱ火力系にしたいなと思った際に、アオウに関しては NP チャージの 30% と宝具打った後ということで 50% 貯まる。そこからスカーディでバフ、孔明なりバフしてあげることで 100% になるということで宝具2連発が可能。クロウに関しては20% そして自分の 10% でスカリー孔明からの、NP20% を魔術霊装で付与しないといけないということもあって、まあ手間を考えた時に、少し楽になるのは、青になるんじゃないかなと。ただポチ数的な意味で楽になるという形です。あのポチ数をあまり考えないなっていう方に関しては、クロウの方が優秀になります。なぜかというとクロウの方が宝具火力は高いからといった意味で、わりかしね両方ともクロウとアオウに関してはいい感じの勝負をしているんだね。で、まあいろいろとお話ししてきたんです、この話してきたんですが、相対的に、個人の意見としてどちらの方が周回で使いやすいかと言われたら、俺はアオウ、普通のアルトリアの方を押します。理由としては単純にカリスマの違いです。で、このカリスマの違いって、まあ、何かあるのっていうのがあると思うんですが、このカリスマの違いで1ポチ減らしたりとかするんですよね。まあ仮にバニアンとか、まあ、バスター性のアップのキャラクターを使っていこうってなった時に、1ウェーブ目2ウェーブ目が1000足りない2000足りないっていう時にカリスマ B があるとほぼ確定で抜くことができます。ただカリスマ E だった場合それが抜けない5000の体力とか残ってた場合漏らしちゃうことがあったりするんですよね、打ち漏らしが。そうなった時にやっぱ安定性が高くなるのは、青になるんじゃないかなと思います。あとは単純にポチ数が減らせるっていうのもいいかな。うん、まあクロウだった場合宝具2連発するためには魔術霊装で、教会の霊装を必ず入れないといけないというのがあったりするんで、そのことも考えるとやっぱポチ数が1確定で減ってくれる、そのポチ数の枠を、攻撃バフに振ってくれる青、これがやっぱいいんじゃないかなとかは思っております。
ただこれに関してはあくまで周回面をメインとして見てるやり方です。仮に、高難易度運用しようってなった時、俺はクローを押します。理由としては防御威力が高い、かつクローに関しては魔力放出した際のバスター性能アップがめっちゃ強い。なんか宝具で B チェインとかをしてあげたら普通にクリティカルだけでも相当削れてくれるといった意味で、まあ短期決戦用っちゃ短期決戦用なんですが、それを安定して、スター大量獲得 NP20% 獲得できる、クローに関してはわりかしいいんじゃないかなと。でそこからまあ仮に、魔術霊装使わないにしろ魔性菩薩を突すると 60% チャージとか、虚数魔術で、マーリンバフと自分の NP20% で宝具即打ちとかもできたりするんで、まあそのことを考えた時に、まあ高難易度ではクロウを使おうかな、で、周回では青を使おうかなという形に、個人的には、解決しているという点です。ただ、クロウの方が未来は圧倒的にあります。これは確実に言えます。理由としてカリスマ E が強化される可能性がめちゃくちゃ高い。まあ何に強化されるかはわからないんですが、個人的にカリスマ E が悪属性持ちの、サーヴァントの、攻撃力を倍にするみたいな感じにしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいね俺は。まあこれに関しては願望なんでそうなるかはわからないんですが、まあアルトリアと比べた時に、スキル強化される可能性が高いのはクローとなっているんで、まあ今回ピックアップされているということで、まあピックアップ引いておくのありなんじゃないかなと思います。まあただストガチャで引けるキャラクターなので、まあストーリーガチャ引くから関係ねえやっていう方に関しては引かないでもいいんじゃないかなと思います。以上ということでいろいろとお話ししてきたんですが、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。